おはようございます。ジャスト株式会社代表取締役関正樹です。今回は経営の件で、はい、こう失敗に関して、はい、なんかあった時原因をどうアプローチして探るかっていう、はい、手法の話なんですけど、はい、どうもアメリカの軍隊でやってる、はい、話なんだけど、これ話し合いでやる。要はファシリテーターっていう司会進行役を設けて、はい、どういうことに話し合うか、はい、一つまず最初は、まあ、失敗した後に、はい、何話す大概原因ってもうそのままですかね。いきなりはいかないんだよね、はい、4つあるんだけど、はい、でもこれコーチングの手法にも似ている、はい、似ているというまず目的は何だったのか本来、はい、どこに行こうとしてたのか、はい、っていうことを検証して本来で実際はどこ行ったのか、はい、実際はどうだったのかでこうなってしまったここで初めて原因でね、はい、で次は改善策というか、そうそう、次何やるか、はい、何やるかどうすべきか、はい、どうあるべきかって話し合う、はい、で、この時に注意しなきゃいけないことって何だったか、注意しなければいけないこと、うん、へえ、こう客観的であることね、はい、ああ、客観的であるってこと、あと評価とか、はい、その誰かを責めるってことしないってこと、はい、大変こう話し合うってことは要はチームでやってるわけだから、はい、で、うん、で、このできればなんだけどファシリテーターは第三者がいいね、はい、あー、チームに関係がない、そうそう、利害関係ない、はい、チーム関係あってもいいんだけど、はい、第三者で、これのまあ、役目っていうのはこの、まあ、進行するっていうのもあるし、はい、こう全員をこの促す、はい、参加させる、はい、あ、っていうことだね、はい、うん、でこれをこうテーブルに置いて客観的に話すという、はい、なかなかいいねこれね、うん、で、まあ、古代ローマの軍隊っていうのは、はい、もし何かで失敗しちゃった場合責任取られたと思う、はい、取られないと思う、何もなかったんじゃないかなと、責任取られなかった基本的に、はい、ただその反対のオリエント、まあ、はい、要はその当時の、まあ、要はシリアとかあそこら辺だよね、はい、エジプトとかあそこら辺とはどうだったと思う、はい、司令官は逆に そちらの人は通るというか、そう、責任取られて、はい、やっぱ首切られるとかいろいろあったんで、はい、うん、要はアメリカの古代ローマのそっちついてるんで、はい、基本的に責任は取られない、失敗に関してはね、はい、要は組織でやってるんだよっていうことなんで、はい、うん、要はその司令官に対しての全面的な個人プレーじゃないってことなんで、ね、はい、うん、まあ、これちょっといろいろ取り入れると面白いかもしれない、はい、うん、そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。